2013年4月13日、インドネシア、バリ島のンガラライ空港、通称、デンパサール空港へ着陸侵入していたライオンエアー904便。高度180メートルまで自動操縦で降下を続けていましたが、手動操縦に切り替えた直後、滑走路手前の海に墜落。この便には108名が搭乗していました。904便はなぜ墜落したのでしょうか。今回はライオンエアー904便墜落事故をご紹介します。本動画は公式もしくは信頼できる情報をもとに制作していますが、誤りがございましたらコメントにてお知らせいただけますと幸いです。また、使用している映像や画像などはイメージが含まれています。2013年4月13日、12時45分に、ライオンエアー904便が、インドネシアのジャワ島、フセインサストラネガラ空港を出発しました。この便は、バリ島のデンパサール空港を目的地とした、定期旅客便でした。この便にはパイロット2名、客室乗務員5名、乗客101名の計108名が搭乗していました。この便の機長は48歳、総飛行時間は1万5000時間、ボーイング737の飛行時間は6200時間とベテランクラスの経験がありました。この機長はボーイング737への機種移行訓練を6年前に受けましたが、訓練中のインストラクターから安定したアプローチから逸脱してもそのままアプローチとランディングを続行する傾向があるという評価を受けていました。一方で副操縦士は24歳、総飛行時間は1200時間で、ボーイング737の飛行時間は900時間とまだ新人でした。この便の使用機材はボーイング737の800型機。副操縦士は操縦を担当し、機長はそれ以外を担当する分担でした。離陸から高度1万2000メートルへ上昇。その高度で巡航し、アプローチ開始まで順調に飛行していました。事故の22分前、空港から150キロの位置から降下を開始。904便はデンパサール空港へ VOR-DME アプローチを使って滑走路ゼロナイナーへ着陸することを想定していました。 VOR とは VHF オムニダイレクショナルレンジの略で、電波を使って送信所の方位を特定するシステムです。 VOR から送信される電波を航空機が受信すると、航空機から VOR の方位が分かる仕組みとなっています。VOR アプローチはこの電波を基準に決められたルートを使って滑走路へ飛行するアプローチ方法です。一方で DME とはディスタンスメジャリングイクイプメントの略で、電波を使って送信所との距離を測定するシステムです。 DME から送信される電波を航空機が受信すると、航空機から DME までの直線距離が分かる仕組みとなっています。 DME アプローチは送信所からの距離を基準に決められたルートを飛行するアプローチ方法です。どのようなアプローチができるかは滑走路ごとに決められており、今回デンパサール空港の滑走路ゼロナイナーへの着陸にあたっては、 VOR と DME を組み合わせたアプローチをしていました。事故の2分前、高度400メートルで、デンパサール空港の管制官は、風が120度の方向から3メートルであるという情報とともに、着陸を許可しました。滑走路ゼロナイナーなので、風は30度ずれていますが、それほど強くもなく、着陸に影響を及ぼしませんが、雨により視界が悪い状況でした。事故の1分半前、対地接近警報装置EGPWS から1000高度300メートルを示す自動音声が流れました。副操縦士は安定している、そのまま着陸を続行する、着陸をやり直す場合は高度1000メートルまで上昇するとコールしました。続けて副操縦士は滑走路が見えないとコールしたのに対し、機長は滑走路への誘導ライトが見えたので着陸を続けてくださいと応じました。事故の30秒前、高度約180メートルで、副操縦士はオートパイロットを解除、オートスロットルも解除し着陸を続けました。
この直後、コックピットボイスレコーダーにフロントガラスに雨が当たるような音が記録されていました。高度50メートルで機長が操縦を引き継ぎましたが、この時副操縦士は滑走路を確認できないとコールしました。事故の1秒前、 EGPWS から20高度7メートルを示す自動音声が流れたと同時に、機長はゴーアラウンドを指示しました。しかし次の瞬間、904便は水面に衝突。海岸から20メートル、滑走路ゼロライナーの端から南西300メートルのところに沈みました。デンパサール空港の管制官は、滑走路ゼロライナーで待機していた航空機のパイロットから904便が海へ墜落したとの連絡を受け、墜落事故が発生したことを空港内に通報。救助隊が事故機へ向かい、事故から45分後、すべての乗客の救助が完了しました。幸いにも死者はいませんでしたが、4人の乗客が重傷を負い、機体は大破し、浅瀬に沈んでいました。これまでの流れで事故の直接的な要因にお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、その要因と事故につながったポイントを振り返ってみましょう。滑走路手前の海へ墜落した904便。墜落はなぜ起こったのでしょうか。まずはクルーのライセンスや機体の整備の調査が行われましたが、すべて規則にのっとっており、また機体に問題があった痕跡はなく、すべてのシステムは正常に作動していることが判明しました。その場合、なぜ墜落に至ったのか、墜落に至るまでに気づけるポイントがなかったのかという疑問が浮かび上がります。事故機の墜落までの経緯で事故につながりそうなポイントは、事故の1分前、高度300メートルで副操縦士が滑走路が見えないとコールしていたことと、事故の20秒前、高度100メートルでのコックピットボイスレコーダーに記録されていた雨音になります。事故当時、空港の天気は悪く、実際事故機の10キロ後ろを飛行していた航空機は、滑走路が見えなければ着陸を中止しなければならない高度まで降下しても滑走路が見えず、着陸をやり直しており、2回目のアプローチで着陸しています。また滑走路ゼロライナーの手前で904便の着陸を待っていた航空機のパイロットは、事故機がアプローチを行っている間、滑走路の端からその延長線上に雨が降っており、見通し距離は1から2キロ程度であったと事故調査で回答しています。またこのパイロットは904便の位置を確認しようとしたとき、コックピットの画面には904便が6キロ先に位置する表示がされていましたが、機体を直接見つけることはできなかったと回答しています。空港に設置された気象カメラがこの時の天候の変化を記録しており、事故の4分前は滑走路手前は晴れていました。しかし画面の左側に雨のエリアがあり、事故の数秒前には画面の右側まで広がっており、滑走路の手前を横切っていたことがわかります。機長は事故の調査で、墜落直前滑走路の右側が暗かったと述べています。また後続機は着陸をやり直しており、空港の気象情報でも積乱雲の情報が出ていたことから、積乱雲が急速に発達し904便の視界が奪われた状況がうかがえます。しかし機長は雲を抜ければ滑走路が見えると想定していました。そして副操縦士が高度300メートル、そして高度50メートルの時点で滑走路が視認できないとコールしたのに対し、機長は滑走路を視認したと応じて着陸を続行しました。その後の調査で機長は滑走路のライトが点滅しているのが見えたと述べていますが、管制官によると事故当時は点滅するライトを点灯しておらず、機長が状況を正しく判断できていなかった可能性があります。なおライオンエアーの運航規則では、着陸のやり直しを判断する高度を下回った時、操縦を担当しているパイロットが滑走路を視認できなかった場合は直ちに着陸を中止すると定められていました。904便は副操縦士が操縦を担当しており、副操縦士は滑走路が視認できないと判断したにもかかわらず、機長はこの規則に反して操縦を代わって着陸を続行していました。その他に
着陸侵入している最中に急に視界が悪くなるなどして墜落することを防ぐために、昨今の旅客機には対地接近警報装置 EGPWS が搭載されています。滑走路以外の場所で地上に近づいている場合は、この EGPWS が作動しパイロットへ警告します。しかし904便の場合は、当初は規定よりも高い高度で降下を続け、滑走路直前で大きく降下したため、この装置が作動しませんでした。結果的にはパイロット、特に機長の読みが甘かった部分がありましたが、それをシステムや管制官によるカバーもなく墜落に至ってしまいました。人間はミスをするものとして、それを防ぐためのシステムを20、30に用意してあるのが航空業界では一般的ですが、今回はうまく機能しませんでした。ライオンエアー904便墜落事故、いかがだったでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。